こんばんは、山亮と申します。クリスマスケーキ&おせち徹底調査シリーズ2024、今日は第4回かなになってるのかな、ファミリーマートさんをね見ていこうと思います。さあ、前回、ラオソンさんを見ていって、まあ基本的なねところずらっと、そこねここをまあ基準にしようかなと ところだったんですけど、まあそのおせちか、今日はまずおせちを見ていくと思うんですけど、まあ比較的平均的な感じになってくるのかなというところでローソンさんしてみたんですけどさ、その辺りねちょっとファミリーマートさんとどういう感じになってるのかっていうのをね、ちょっと見ていこうと思います。あ、まあ違いとかはね比較通路してくるのかというのかちょっと、やってみないと分かりませんけど、とりあえずねポチポチと見ていこうじゃないかなというわけでね、よろしくお願いいたします。おさあということで、早々に切り替えてねやっていきますよと。おっと、間違えた。こっちか。はい、はい、はい。今ね、OBS の方再生されてしまったんでね。あ、そうか。別に、見てる分には何かわからないよね。今、こっち的にはね、OBS の設定画面とかが全部ドカッとでかく出てきたんで、ボッとなりましたけど、こっちをでかくしないといけませんね。おせちのね、やつを見ていきましょう。ファミリーマートさん、こんな感じになってますね。表紙なんか、えらい贅沢な感じのね、やつになってますね。ヤフコ本店のおせちが、どんどん載ってますけどさ、割引なんかもね、やはりキャンペーンのやつとかもね、ちょっと気になってくるんでね、ずいずいと見ていこうと思いますよ。一発目こんな感じということなんですけど、でいうことでポンと出てきました、八尾彦本店さんの、やっぱしね、さっきに出ておったやつが、メインになってくるなというところでございますね。八尾彦本店のおせちがドンと載ってます。三段重のやつが載ってますよということで、こっちの方見ていきますと、こんな感じと、創業享保年間の八尾彦本店さん、江戸時代の創業からずっと名古屋の台所ということで、八尾、あ、名古屋なんですね。家だから八尾彦なのかな。うん、八の字がね、あの名古屋の矢っていうことで、結構、重要指数とかありますからね。なるほどね。ということでございました。で、1の10が、これ、それぞれ取ってあるね。はい、1の10がこんな感じと。栗甘露に栗きんとん、能登柿のバターサンドが入ってるんです。こういうの珍しいですね。能登柿バターサンドに、さらに、金時草、金時草。ごまあえ、金時の、なんだ、草ごまあえ、んなんだ、うん、っていうのがあるんですね。まあ、金時ですよね。うん、うん、はいはいはい、はい、あれ、で、あとは、黒豆煮があります。はいはいはい。で、さらに、カステラ玉、あ、これカステラ玉、こっちか、ほやで、上が、これがのとかきパターサンドで、こいつが金時。キークサ5枚か、はい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 、で、ということですね。でさらに手回り持ちあって、まあ周りにいっぱい入ってますね。でさらにカラスカレーの最強焼き、あ、これか、カラスカレーの最強焼き、ここですね、はいはいはい。でさらに能登牛の笹漬け、これ能登牛なんだ、へえ、あ、だから北陸に力入れてるんですね、なるほど。でさらにアワビの柔らかに、これね、わかめ馬に添えということですね。でさらに味付け数の子、はいはい、まあ、まず前付け、さつくり、くるみの飴炊きということで、結構オリジナリティありますね、相当、というのがいろいろと入ってます。多分これ北陸意識して作ってる感じでしょうね。能登牡蠣が入ってたりだとか、あとはここもね、どこだったっけ、能登牛ね入ってますもんね、はい、いいですね、なるほど、という感じですね、はいはいはい。ちなみに能登の方は、あ、まあね、この前私は能登牡蠣って出てますけど、あの海の方の牡蠣をね、能登の牡蠣を、夏頃に食べに行きましたけどね、なんて言ったらいいのかな、あそこ、その能登に直接食べに行けたわけではなくてね、どこだったっけね、あれ、愛知か。愛知県の、ところに、名古屋の方に、なんかその、北栗公園キャンペーンみたいなやつで、その、能登の柿を、のを使った、その柿屋さんが、出てますよっていうのがあったんで、そこで焼き柿食べましたね。そうそうそう。私、生柿は食べれないんでね。その焼き柿を、ちょっと食べてきましたよっていうのがありましたけどね。美味しかったですよ、ということですね。そう、普段はそんなに牡蠣が大好きな人間ではないんですけどね。そうそうそう、そう。結構
日本海側だとちょっとやっぱりカキの味も少し違うのか、個性少なめでね、結構食べれました、はい、っていうのがありましたね。こっちは普通の牡蠣の方で、ね、普通っていうとどっちが普通なのか分かりませんけど、野菜の方の牡蠣ですね、はい、っていうのがありますよ。能登牡蠣のバターサンドは、行った時もね、食べてないんでね、ちょっとどんなんだろうな、バターサンドだからと美味しそうですけどね、へえ、という形でございますね。が1の10。で、2の10どうなっていくのかなと思ったら、こういう感じなんですね。和牛ローストビーフ、有頭エビに、レッドキャベツとピーツのマリネ、トントロ焼きに砂肝の燻製、キスのエスカペッシュにスモークサーモントラウト、さらに玉ねぎマリネにスタッフドオリーブ、スタッフドオリーブ、あ、この辺りかな、で、ニシンマリネ、ニシンね、で、さらにドライフルーツとナッツのテリーヌ入って、テリーヌに、さらにドライトマトの赤ワイン、あ、これがテリーヌかで、赤ワインにね、なるほど入ってますって形なんで、ここはかなり肉肉しい感じがありますね。しかも、なんてね、魚肉と、獣肉、獣肉って言ったらあれですよ、ビーフとかね、そのあたりとかが、かなり豪華にドーンという感じですね。いいですね。なるほど。なんか洋感覚です。あ、ここでは洋って感じなのかな。で、隣を見てみるとどういう感じかなって見ると、3の10は、愛知三河豚の、黒酢酢豚。はいはいはい。あ、中って感じなのかな。エビのチリソースに、中華クラゲ、マダコ、甘酢漬け、これ、鮭、酒醸鶏、酒醸鶏っていうのは何なんだろう、酒で醸して、多分あれでしょうね、要は甘辛煮みたいな感じで作ってあるってことなのかな、お酒で甘くしてある感じなのかな、っていうのと、さらに、赤桃のショップ漬けね、はいはい、まあこれは読みますね。で、さらにキノコ、クソージャン炒めね、はい、さらにカシューナッツの塩ココナッツ風味に、甘酒白菜、はいはいはい、この辺りとか食べたことないな、甘酒白菜なんだ。まあ多分カス漬けみたいな感じになるんでしょうね、白菜の、はい。で、さらに金柑の蜜煮にさらに、いくら醤油漬け、さらに紅白なますに合鴨ロース、黒ごま風味ということでございますね。あ、黒胡椒風味ですね、はい、という形なんで比較的中って感じなのかな。まあ洋っぽいのもありながらも、まあ、一応和洋中っていう感じになってるのかなってところですね。ちょっと混ざりつつバランスを取りながらっていう感じですね、っていう三段重。まあいわゆる和洋折衷の感じのね、あれになってる感じですね。で、さらに出てましたね、ここに、石川県応援食材ということで、のぞきをね、刺さずつみということで、なんかこんな感じになってるらしいです。ちゃんと中の写真とかもね、出してくれてるのありがたいですね。刺さずつみとこういうの中は分かりませんからね。なるほど。とろけるような食感ののぞき牛と、しいたけ、高野豆腐を、炊き合わせ、丁寧に刺され包んだ一品ですということで、刺さっていうとね、北陸の方だと、刺さ寿司っていうのはね、あって、刺され包んでいろいろと保存するよっていう文化があるんですよね。牛肉を包んでるのは私は食べたことないですけど、笹寿司はね、食べたことがあって、うちの動画でもどっかで紹介してましたね。あれどこだったっけ、九十九湖辺かな、JR 西日本の九十九湖の帰りに確か笹寿司を買って、でそう、福井も北陸なんで、それで石川のそのなんかやつがスーパーがどっかで売っていて買いましたね。ハニーか、ハニー生鮮館に寄った時だったかな、っていうような感じでしたね。そうそうそう、いうのがあるんで、そうするとね、これね、刺さってね、なんていうの、こういう歯で包むやつっていうと、柿の葉寿司とか、わさび葉寿司っていうのがね、一般的なのかなっていうところで、食べ方としては柿の葉に近い。わさび葉はね、そのまま、葉っぱでくるんであるし、同じようにくるんであるんですけども、それごと食べちゃってくださいっていうのがわさび葉寿司ですけど、めはり寿司みたいな感じでね、食べますけど、このね、笹の葉と柿の葉は、剥いて食べてねっていうことなんですけど、笹の方のがね、まず剥きやすいんですよ。硬いんで、剥きやすいのと、意外と笹の方のが笹の風味がしっかり、ついてくるイメージはありますね。風味が強くなるのはこっちかなという感じはあります。はい。っていうところでした。ですから牛だと多分牡蠣だと牛の方が勝っちゃうんだけど、笹だったら牛の香りにもしっかりと合わさるようになるんじゃないかなということで、美味しそうですね、ということでございます。高野豆腐なんかも入っている、いいですね、ということでございます。で、さらに能登牡蠣のバターサンドということで、
これは上品な甘さの能登の、コロガキかな、ね、バターのまろやかさが能登のコロガキ、いや能登のだしよね、能登のコロガキですよね、バターのまろやかさが相性抜群ですということですね。なるほど、確かにね、バターって結局比較的そのマーガリンと比較するとバターの方のが油感がしっかりと出てくるじゃないですか。そうするとね、カッキンとかみたいな油と合わさると意外とこのフルーツって、この手のフルーツは油と合わさるとさらに美味しさ増すっていうのはありますからね、いいんじゃないでしょうかということですね。でさらに、これもそうなんですよ、向こうのやつですね、金時草ごま藍なのかな、加賀野菜に指定されている色々豊かな金、あ、やっぱ金時草なんだね、金時草を、クリームごまと、白味噌で合わせ、まろやかな味わいに仕上げてますってことですね。やっぱ金時草のごま藍なんですね。なるほど、こういうのがあるんですね。これはね、シェットシャンクと。はい、というのがあるそうです。ということでございます。で、ちょっと読みにくいあれになってますけど、ちなみに、さっきの金時草はですね、品質素材の特性上、粘り気がありますが、品質の特性、商品に問題ございませんということで、私もね、金時草って食べたことないんですけど、結構粘っこいんだっていうことですね。なるほど。はいはい、そういうものらしいです。へぇで、こちらが、店頭受け取りですと、29,916円、名前が、ヤオヒコ本店おせち三段重和洋中ってなってますね。はい、こちらの方が29,916円で、宅配ですと3万トンで916円ということ。1000円アップでお宅配。冷蔵品プラス1000円でできるのは結構ありがたいですよね。はい。という形でございます。一応、ハイダトフカ地域とかもあるんで、ちょっと気をつけて、もらったらいいのかなということです。まあ、パッと見ると、小笠原諸島とか、青森はダメなんだ。青森、北海道はダメなんだ。うん。秋田、伊豆諸島とかも、あ、まあ、伊豆諸島はね、島嶼部としても、あるんですね。鹿児島も全域ダメなんですね。ちょっと、いろいろと広いんで、ちょっと、気をつけてもらった方がいいのかなという感じでございますね。うん、この辺りは大丈夫と。三重県四日市市なんでね、これあくまでも、もしかしたら全国のね、皆さん、いただいているかもしれませんけど、今後ね、スーパー編になってきたらだんだん分かってきますけど、一応これ四つ目っていう、三重県北中西地域ね、この四日市とかね、熊野とかね、いなべとか、この辺りに住んでる人は、通とかね、通、どこまでだったっけ、四つ目は北中西だから、通までかな、その辺りの、覚えとけよって、6年やってて、そこの地域のやつ、ちゃんと覚えてねって、とか、何十年住んでんだよ、三重県に、40年住んでて、何やってんだよって話なんですけど、まあ、そんな感じですね。はい、ということでございます。こんな感じで三大城に入って、こういう風な感じでしっかりと来たのが来ますよ、ということでございますね。で、これの、さらに、二段重になったやつとかも出てきます。これも全部弥生国本店さんのやつになってますね。はい。で、商品的にはちょっと絞り込んだ感じというよりは、これはかなりクラシックな感じかな。うん、和洋中っていう感じじゃないです。中がなくしてるけど、和がかなりラインナップとしてちょっと変わってるかな。甘露煮、金豚、そうですね、小餅、昆布、これあたりとか、たらこの旨煮とかね、入ってますね。さらに、ゆうとエビに、さらに、いくら醤油煮とか、紅白ナンマスとかね、サワラか、サワラ焼き魚に、アワカモショップの時に、映像アワビなんかはね、はい、ね、ね、味付け、数の子に、まとまり付けに、にしんまりね、チーズ入りミート、これ、ちょっと用にはなってるって感じで、伊達巻きとか、紅白かまぼことかも入ってます。比較的、和洋とはなってますけど、クラシカルをさらに意識した感じになってるのかなってことで、煮込み荒野とか入ってますもんね、はいはい、梅人参とか、椎茸にとか、ふきにとか、かたけのこに、にしん、昆布巻きに、焼き湯葉巻きなんかも入ってますからね。結構和という意味でいくと、和が好きな人だったら、あえてこっちの方がいいかもしれませんねっていうぐらい、和のメニューをしっかりとした感じで作ってきてるんで、面白いですね、この辺りも。2段で、19,440円、
宅配だと2万440ちょうど1万円引きになるか、1段あたり1万円っていう感じの計算になってるのかなっていうところですね。でさらに、これの、こういう感じで、そうですね、比較的洋という洋ももちろんあるんですけど、和のテイストがすごく充実されてるなっていうイメージですね。はい、いいですね。となんか今見とったやつですね。はいはいはい。で、ファミペイ予約もありますよということで、さらに1段10万ありまして、やっぱり1段1万円計算なのかな。で、これは和風ってなってます。もうクラシックなやつに絞り込んでやってますよということですね。あと、まあ、でもマリネとか入ってるんですね。車豆に、栗甘露に、栗キンとマリネ、さらに、ユーとエビに、クレショウに。まあ、物的には新しいのが入ってるわけではないですね。さっきの2段のやつのさらに和に絞ったっていう感じになってますね。なるほど。で、こっちだと、はい、こんな感じで、一段で、1778円、高いと11778円という感じになってますよ、ということでございますね。ほー。で、さらに、このね、ヤフコさんがずらーっと来ましたけど、このコラボが比較的かなり、メインストレージになってみたいですけど、さらに、別途、背徳おせち、欲望おせちっていうのが、あるみたいです。こんな感じで、ね、ただね、いや、最後にやろう。背徳おせちと欲望おせちっていうのがあります。これをちょっと見ていくと、これもオリジナルっぽいですよね。背徳。いや、なんか背徳好きで最近、ファミマさんはこういう背徳感あるものにしか、かなり、味を占めている。味を占めてるって言い方は良くないですけど。いや、やっぱしね、欲望に忠実なのって大事ですからね。比較的15年もクリエイターやってるっていう時点で、ね、ある程度欲望に忠実なんでね。はい。そういうのはね、いいですね。三段重こういう感じになってますってことなんですけど、よいしょ。1の10が、さつまいも、これ、それぞれ、取ってあるな。さつまいもごま、たつくりに、ゆうとうえびえ、だてまち、紅白かまぼこ、鶏くつくねぐし、赤うおの、赤魚の、からすみ焼きに、さらにオクラの浅漬け、松前漬け、かつのきんとん、栗甘露に、車を見てます。ここは比較的バランス取ってるのかな。まあ確かにつくねぐしとか入ってたりね、ボリューム感もしっかりと感じるやつですけど。で、2段目に入ると、おーっと豪華な感じが出てきますね。白花豆に、白い花豆に、白花豆に、金ごま角煮。はいはいはい。で、さらに、金柑、さらに若鶏の三色巻き。このあたりとかはかなり背徳ですね。九条ネギ入り、や卵焼き、ことぶき高野豆腐。はい、はい。で、たたきごぼうを、の巻きって何？の巻きか小エビ。あ、これがの巻きですね。巻いた時にのの字になるんで、ここは、の巻きですね。はい。で、さらにの巻きのほうれん草、こっちですね。はい。で、いいのがあります。さらに、昆布のうまみに、花もち香梅。花もち。これが。はい、はい。で、さらに、タラバ風味から、まあ、ぼっこ、かまぼこ入りますね。さらに、スモーク、ホタテ、はい、入ってますね。はい。入っててなきゃってね。小肌のうの花、実は小肌ありがたいですね。私どこかでも言ってるけど、小肌好きなんでね。いいな。はい。で、さらに3の10ですよ。やっぱ3の10大事ですから、眉間みたいなものね。30はどうなってるかというと、いや、ここは言ってますね。千鳥、これは何？千鳥通り？鳥か。鳥かわいいね。鳥かわいいですよね。酒飲みたくなる。ホタテ、タラコは、これも酒飲みたくなる。これ、鳥団子、酒飲みたくなる。ツナ、ザサ、ユズ。で、さらにこれはカニ？カニのふさ焼きかな？これ。ふさですよね、多分。カニのふさ焼き。絶対酒に合う。で、紅白なマス。はい。で、さらに、マスの醤油いくら。マス醤油いくら。これかな。いいですね。で、さらに、さつまいも、レモンに。これあたりも酒に合うな。若桃甘露に。さらに、わらび餅。抹茶わらび餅。くるみ甘露に。紅白日の出巻き。さらに、小松菜と揚げの煮物ということで。酒飲みたくなる。あ、これ酒飲みたくなる。いっぱいじゃん。うわぁ。で、さらに、はい、とこで、もう、
映像見るまでもだよね。もうこの言葉で入っとくだよね。ニンニク、マシマシ、明太子、もつ鍋。うん。背徳感の、 あの感じる言葉をすべ、あの、四天王じゃないですか。ニンニク、さらにマシマシ、明太子、もつ鍋どうですか。もう背徳感四天王ここに揃っちゃってますよ。はい。もう文字見るだけでもう、ああ、もう、ああ、もう背徳だ。ああ、ああ。これあのおせちの時に出る言葉じゃないから、ニンニクマシマシ、野菜マシマシとか、そのね、油マシマシとかね、うん、いいですね。明太子もつ鍋やってますね。これ何、明太子 も入れるの、あ、入れるんだ。明太子入れんのもつ鍋に本当に聞いたことねえんだけど。え、何、まあまあ、どっちも博多ではありますよね。どっちも博多名物ではあるんですけど、マジ？うわ、やってるな、これ。これ、3段にこれついて1万6千円なんですね。これは、宅配オンリーかな。ということで、すごいな。さらに、こちらもこれが、ハイト鉱石、彩り崩落ということで。うん。読み方としては、再崩落ではなくて、いわゆる重箱読みな、やつですね。あの、音読みと訓読みが混じってるの、重箱読みって言うんですけど、重箱っていうのがね、そもそもその、音読みの重っていうのと、訓読みの箱を、あの、組み合わせてるんで、普通は、あの、の言葉って全部、音読み、音読み、訓読み、訓読みないようなとか言うになるんですけど、例えば、これだったら、はいっていうのが、これは、訓読み、訓読みか、はい。はいは、音読み、音読みか。そうですね。あの、せですからね。そうですね。で、さらに、例えば、背徳はそうでしょ。あとは、重箱は重っていう字が音読みで、箱っていう字が訓読みになって、普通だったら、箱か音読みだと席になる、重席ってなるのが重箱になりますよっていうような読み方。こういうのを、重箱読みって言うんですけど、まあ、これもそういう風な設定にさせて、彩り崩落っていうことで、なりますということでございます。これが、いわゆる漢字の読み方を当てましょうみたいなクイズをするとき、ある程度、わからない漢字も読むときに当てはめる法則で、まあ、なんていうの、麻雀でいうところの筋を読むみたいな感じですけど、うん。まあ、たまにこういう筋引っ掛けみたいなのがあるわけでございますね。そういうこと、形です。まあ、そんな感じですね。普通だったら、音読み、音読みってくるから、こういう読みになるよねとかっていうのがあったりするんですけど、特に音読み、音読み、漢字が2つ並んでるときは、音読み、音読みで読むと、大体当たることが多いんで、うん、間に一言入ってるとね、また変わってくるんですけど、っていう感じですね。そうそうそう、うん。で、さらに、こういうのもありますよということで、お腹も心も満たせる欲望をしてて、欲望のままに生きてるわけですね。いいですね。で、これは、いるね。いるね。いるね。あ、いるね。いるね。欲望に執着すぎませんか、これ。まあ、見てみましょうか。1の10が愛がむすもくにんしん、ゆうわんあきに、これは、いとこぶすだきに、たらここぶしめに、くるみかんどに、ブロッコリー、はい、ロブスター。ペリ大福、白大福、キントン、クリブがクリーンに、スタートクリーンに、小松菜揚げの煮物に、コトブキ、高野豆腐、イカのヨウズあえ、カブラ甘酢漬けに、カニ風味かまぼこ、かまぼこ、ね、カニ風味かまぼこ、トサツ漬けが、はい、あ、ここはそうなんだ、ね、カニ風味かまぼこのトサツ漬けなんだ、なるほどね。ああ、焦った。いい、聞かれなく食えるその方は。で、たたきごぼう、かまぼこ、紅かまぼこ、白かまぼこですね。で、黒豆に食べて、1の10に、2の10は、はい、これね、若ふに
若ふきみたいな感じで、若布に、でさらに、まだ夕飯焼きがいっぱい入ってますね。ごまあん入り、ささふですね。さらに、若戸になると巻きに、土台、トマト、赤ワイン風味、若桃、甘露に、伊達巻き、ゆうとうえび、焼き、ゆば巻き、大学芋、えびつみれ、紅白だます、いくら、豆乳と野菜の新調。かっこかぶっちゃと。で、さらに、普通野菜の新調、ホタテ、生姜、何これか新調、ホタテ、生姜、えんってのがあるみたいですね。なるほど。ほー。で、ここかな？おー、面白いですね。2の12。さらに3の10がこんな感じ。ロールケーキ、ウリモチ、ケーキ、ロールケーキ、ね、チョコバナナ、チョコバナナ。わんぱくっすね。わんぱくに行ったね。焼きかまぼこ、チーズ、チーズ。ロールケーキ、ロールケーキ、チョコバナナ、チーズと。これはもうちょっともう欲望のまま、これ担当者欲望のままに作ったね。楽しいよ。いいね。鶏つくね串、魚卵のサラダ、ナルトキントキ、芋レモン、ナルトキントキ芋のレモンに、さらに、若鶏明太ロール、若鶏明太ロール。やってんね、あー、明太ロールしたの、あー、やってるわ、これ。やってるのが、くるみ甘露に、北海道紅鮭の燻製、あ、紅鮭の燻製なんだ。で、さらに、ライプオリーブ、桜島鶏マリネチキン、牛タン入りソーセージ、牛タン入りソーセージ入れちゃった。レモンシロップ漬けにボロニアソーセージ、ボロニアだからさ、ボロニアソーセージってさ、おせちで聞いたことねえって名前。すげえな。さらに、ボロニアソーセージにブロッコリーコンソメ風味。もうコンソメ風味、ブロッコリーが入ってたけど、コンソメ風味なのね。で、さらに、海鮮サラダに、キャロットラペ、生ハム、ハンバーグ、ミックスマリア。わんぱくしたねー。ワンパクじゃない、これどうなってんだ、どういう価格帯で押さえてんだろうと思ったんですけど、さらに選べるコボセットってことで、宮崎牛すき焼きよ、あ、上がるわ、これなんて聞いたらダメだって。で、さらにボイルスバイカに、月または月ますよってことで、これはやってるわね、やっちゃってるよね。で、いくらなのかなって見てみると、21,060円ってことです。よくこのバランス取ったら、まあ、カニとかをね、そのカニカマとかにしてたりとかっていう形で、比較的、食べ応え、まあ、ちゃんとズワイカニもついてきむるんですけどね、選べば。ですから、あれですけど、これ2万円でいくんだ。頑張ったね、これ、三段重でこの値段って結構、すごいですね、全31品ですよね、すごいです。ってなってますけど、これ、ちなみに、これ特徴なんですけど、他のところのやつがね、こんな感じで、あとこう、オードブレとか乗っておったりだとか、伊勢丹のやつとかね、これ、ちなみに肉づく小石とか、2万1000円の、これは、三越さんのやつが乗ってたりだとか、あとは、ちょっとちっちゃいふわっとね、乗ってますけど、これ、11月とか、これ間に合う、早期割引なんかもやってるらしいのがあります。これ、祇園ですね、ネットとか、ニューオータニさんのやつとかね、ちょっと高級なやつとかもありますけど、という感じで、他にも魅力的な全31品が目白押しってことで、詳しくは、この QR コードでもいいですよ。まあ、直接ね、お店のやつをね、見てもらってもいいのかなってことですけど、つまりどういうことかというと、今回のやつですね、そう、今回、なんと、ファミリーマートさんのね、このおせちのやつ、あ、ちなみに、こっちが本表紙なのかな、こっちが裏表紙なのかな、ちょっとどこが分からなくて、私、こっちから本表紙にしたんですけど、どういうことかっていうと、今回のやつね、ピラッとめくって、なんと、いわゆる観音開きですね、のペラ1枚。攻めてんだよ、これ。大体、こういう、ペラ1、いわゆる、A3、縦長サイズですね。いわゆる A4 2つ、
A3 普通 A2 かほやから、うん。A4 をか、縦長に、4枚続けて、続く形ですね。のやつに、あと、1枚折りたを、あのペラ、パンフレット形式で折りたたんだ形にしてあるんですね。そう、昨今ね、どこもね、ボリューム感を出す、あの、ラインナップのボリューム感を出すために、カタログ、分厚めにしていくぞっていう、ね、特にコンビニさんはどんどん今力を入れてるのをね、表すために、どんどん分厚くしていく中で、もうね、紹介したオリジナル商品だけ、バボーンと載せて、そう、ハイエンド商品とかそのあたりはね、まあ、見てくださいって言って、ホームページありますね、見てくださいって言う。割り切ったねー、これは割り切ったなーということでございます。店頭でも他のやつもできるのかな。いや、もうね、店頭受け取っけはこの3種類絞ってんね。マジ？すご。なんというような形にしちゃったりとかね。すごいね。かなり今回。ファミマさん、おせちに関してはかなり割り切った、やつにしちゃって。ですから、ハイエンドも減った組もないですよね。一応、ミドルレンジのやつ。で、多分、ハイエンドはその、上のところが、ちらっと乗ってたのでも、一応、ハイエンドっていう感じじゃない。2160円なんです。一応、この中だと、一番高いのが、さっきの三段重。ヤオヒコの三段重が、一番高いやつなんで、うん、あれですけど、もう浮いたいものだけ載せてますっていう感じで、にしてあるっていうのが一つの面白いところですね。ですから一応表紙的にはハイエンドのやつをこっちに持ってきて、で、まあ、こっちにもねその、ミドルレンジ2万円台のやつとかが載せてあるっていう形なんで、まあ、確かに、いいとこ取りをしてる感じはしっかりしてるのがすごいですね。かなりわがままにいったなぁという感じがね、見える。すごいやつになってます。ですし、ラインナップの絞り方とかもかなりブラッシュアップして、うん、いくっていう形が、割り切り方とかがかなり特徴出たのかなという感じがしましたね。という感じでね、まあ、他にもいろいろそのラインナップ気になる方は、ぜひホームページの方見てもらったら、いろいろと書いてあると思うし、ファンペイ、アプリの方からやってもらうというのあと特殊、なやつもあります。300円相当申請とか、いうキャンペーンもやってるみたいです。早期割引とかは、予約締め切りは12月20日ってなってますけど、早期割引の案内とかは特に書いてないのか、これ。早割り11月5日までのそのやつがちょっと一部あるみたいですっていうかぐらいですね。いうのがありますので、まあ、そのあたりとこね、まずはチェックしてもらったらいいのかなという感じでございますのでね、よろしくお願いいたします。気になる方はまたね、お店頭で、パンフレットを手に取ってもらったり、概要欄でね、またリンクの方貼っておきますので、そちらチェックしていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、この動画これぐらいでいたしめさせていただきたいと思います。最後のページどうなってたか、ああこんな感じね、ああこれもクリスマスだという感じでございますね。以上でございました。ご視聴ありがとうございました。でした。